はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、続きをやっていきます。風の回廊に入ったところですね。で、なんかセーブのあれを見たら、なんかいつの間にか第2章になってたんだよね。1章とか2章とかあったんだこれ。で、あれどっちから来たんだっけ。こっちか。またこいつらいんのか。ここは私に任せて。ホーリーボールが眩しい。こっちでもホーリーボール効きそうだよね。背中にさ、チェーンがついてんだけど、罪人だったのかな、このゾンビは。罪人でこの風の回廊に封じ込められて、え、なんだ、プイプイそう。俺ドクったのか。あ、シャルロットちゃん、人見るとやばくね。いつの間にかやばくなるよな。これ回復して敵が復活するとかある？前回、いや、ハードはね、なかなか歯応えあると思いますよ。で、これをどうすんだ、攻撃するのか。普通にアクションマークがついた、うん、これで風の流れを変えられると、まあ、闇雲にやればいいってものでもなさそうだからね。一応先を見つつ、ハーピーか。これがどうなってんの。ダイヤミサイル、ハーピーはダイヤミサイル効きそうだよ。風の力かな。なんかハーピー飛んでなくない。回復もやっぱり覚えたいよ。あー、全然いけないわ。なんとか無理やり取った。ちょ、先を見つつ考えて帰っていかないと。噛まないと強いんだよね。47、アンジェラ食らいすぎだろ。で、宝箱があるけど、これ多分こうか。そうだね、完全に風がなくなった。パックンチョコで、ここの風は変わった。これで、あ、変わってるな。 なんだ、退縮でも動き、こっちに行けるってことか。待って、あっちのやつ気になるよね。そうするとだいぶ通り過ぎてきちゃったけど、これやってみるか。まあ、で、こっち向き出して、こっちに行く価値がある。宝箱あるのか。めんどくさ、飛んでるやつだ。こっちレベル弱い、けねえし。マジックパー回復。確かにアンジェラの髪とか、デュランもさ、結構、お、銀色のアイテムの種、髪ボサボサになりそうだよね、この風で。ここは宝箱だけでしたと。あれ、あ、そっか、またこれか。慣れたとか言ってるけど、日を置くと忘れる。やばい、これまずこういう時に回避だ。動きが良くないね、そのアーマーないと。強い。で、あれ、これ治っちゃってる。え、治るとかあんの。こっちへ行くでしょ、うん、道的には。こいつは休憩してんな、容赦なく叩き尽くす。すぐにハーピーはなぜかあんまり飛ばない。回避しようとしたら画面を開いてしまった。あの見切れるね。そんなにすぐ勉強してるわけではない。アンジェラとシャルロットの食らい方がえぐいけど、やるか。これでどこの流れが変わる。こっちか。え、宝箱、天使の聖杯。俺的にはなんか上行きたいんだよね、こっち側。これ回復で、これって流されたらどうなる。
流されて、あれ？このアイテム、あ、どっから来たっけ？なんで宝箱開いてんの？あれ？こっちから来たんだっけ？なんか地図が分かんなくなってきちゃった。下へ向かえばいいのか。めっちゃぐだってんな。こうでしょ？で、こうでしょ？で、あ、下か。下へ向かいたいんだけど、ここの風があるから、これは変えとかなきゃいけない。で、こっちか。で、道が分かれてるけど、これはなんだよ。光ってんの。え？何？新たな道が現れた。どこに？多分こっち側行けるようになったんだろうな。ハービー。5年にしてろ、このまま。叩きちょっとに魔法はいいかもね。飛ばさせん。こいつ待ち構えている。いざ尋常に勝負だ。あいけ、めんどくさい。ためてるときに使うとためが解除されてね。シャルロットとか勇敢すぎだろ。なんで逃げてんの。まあ、賢明ではある。で、こっちから、え、どっち？いや、違う。地図がわかんねえ。ミドルバーダー潰す。なに、一発じゃ。叩き落ちない。この、黄色の風とか、厄介やでもシャルロットも一応ギュランの半分くらいの攻撃力はあるか。全く役に立たないってわけではないよね。でこっち行けない。道ができたの、どこに道ができたのっていうのがさっぱりわかんないんだけど。これ吹っ飛ばされて下に落とされて終わりっていうオチだから、これやっとこう。下には落ちれないからね。これ取りたいし、あそこにサボテンくんがいるし、吹っ飛ばされて、ジャンプで吹っ飛ばされて向こうへ行けるとかある？ちょっとやってみっけ。ちょ、わかんねえ。もう一回だけチャレンジしよう。あ、ここら辺からジャンプするのはどう？いや、なんか、いけねえんだけど。サボテンくんとかなんか全然集められなそうなんだけど。これさ、無理やり宝箱取れるのかな？いや、無理だ。ここで時間を食うわけにはいかない。ちょっと惜しいけど先へ行こう。で、2周目とかでなんかゆっくりやろう。お、あ、びっくりした。画面のアングルが悪いかな。もうやっぱ一発撃ったら見れるのがいいね。で、回避して逃げる。とりあえず間を取る。毒直してくれ。うるせえ。俺は毒なんだ。風が強くて進みづらいでち。いや、でもこれ行かないとダメ。みんな行くわよ。敵がいっぱいいる。ハンドレイン。あ、また厄介だな。ダメ、倒す。アーマーないかな。硬いんだよね、やっぱり。カリズムドレイン絶対減ってねえじゃねえか。ハーピーもうダブル管轄だ。シャルロットじゃねえ。3人でタコハムにすれば大丈夫。え、何って言ってた。これ上行ける。絶対行けるよね。風の流れ変えて、でもこれは先に進めるようになったけど、ちょっと戻って、なんか風の流れが変わってるかどうか。あ、変わってるね、やっぱり。あ、ん？待って。いやー、危険だな。あのサボテンのとこはちょっと諦めよう、やっぱり。まためんどくさいことになっても嫌だからな。先へ進もう。回復しといて。92も回復するんだ。
3分の1くらい回復するんだよ。ちょっと待って、かなり毒になる確率が高いんだけど、ほぼ毒になるんだよ。だったら航空砲なんで使わないの。9個もあんのに、そんなに緊急には使ってくれないんで。いや、めんどくさそう。これまずとりあえず変えとこう。え、いけねえし。落ちるってことはないよね、これゼルダみたいに。ゼルダだったら絶対落ちて体力減るからな。まずアイテム取る。90円で一回弾き出されて、こっちから行って、さすがにゼルダほどのあれは使わないと思うけど、これ何が入ってんだっけ。あ、 SP 回復か。なんだこりゃ。ホウバーク、ちょっと装備見てみよう。誰か着るやつ。ラメラーアーマーではないよね。上がる。これ他の人って着れんの。女王蜂のドレス、いや、ない。やはり専用の装備か。ホウバーク、まあいいや、いいものを手に入れた。んで、こっち行けた。で、また何が変わるかわからん。ちゃんと見とこう。全然わかんねえ。マジでわかんねえ。逃げる。溜めて破壊する。で逃げる。あんまり60とか。もう一体ブレーキしないで続けられる。シャンルット、まあそこそこ80パー使ってんな。一体ずつ確実に始末してみよう。 75% にしてたっけ。あ、レベル上がった、回復したね。でもさ、女神像があるんだよね。悲しい。ピンチの時にやっぱり回復したいのに。こっちだ。チビデビルは、チビデビルじゃなかった、チビデビルだ。マジで弱い。よし、シャルロックもレベルアップ。あれは、マナストーン。これがマナストーンね。見るのは私も初めてだわ。この中からやがて神獣がよみがえり、世界は再び暗黒に。おい、物騒なこと言うなよ。あ、ごめんなさい。そうならないように頑張ってるんだもんね。さあ、この近くにジンがいるはずよ。探しましょう。シャルどっか行った。おりょりょ、ねえねえ、こんなとこに新しい足跡があるでち。誰かいるのかも。新しい足跡かどうかよくわかんない。クラスチェンジについて、調べてみましょう。十分経験を積んでいればクラスチェンジが行えます。レベル18以上、38以上、アイテムが必要。いや、そんなレベルないっしょ今。誰がクラスチェンジするの。え、18なんてないよ。クラスチェンジできるかやってみましょう。一応チャレンジするんだ。できませんでした。この画面に行くんだ。え、できる。ちょ待って、マジで、あの、何レベル、それだけ見よう。なんかさ、スーファミの聖剣だったらさ、最初クラスチェンジできなかったんだよね、レベルが足りてなくて。そういう思い出があった気がするんだけど。レベル18、18、18、ちょうどだ。やろう。誰がクラスチェンジするの。ディランはもう闇へ進みます。闇へ落ちる。クラスチェンジできるか
やってみましょう。クラスリセットもできるの？え、リセットってことはさ、やり直しができる？グラディエーターでいきます。まあいわゆる光闇ですね。闇へ。何も見てないけど、なんか特性みたいなの書いてあったけどさ、英雄王は闇に落ちたデュランを見てどう思うか。デュランよ、力の実を求めると闇へ落ちるぞ。終わるって。ファイターからグラディエーターにクラスチェンジしました。新しくできるようになった旋風剣を取得。コンボ○○○三角いいね。 SP 上限300、アビリティ枠が2つ増えました。育成ポイントから解放できる特技とアビリティが増えました。いいね、楽しみではある。力を求めて俺は闇へ落ちた。アンジェラどうしよっかな。シャルロットはちょっと光でいきます。まずちょっと方向性が決まってるシャルロットからできるか、やってみましょう。行こう。光がプリステス。回復が得意なサポート型クラス。精神力の向上、回復魔法の効果が高まるほか、火、水、土、風の、セイバーを使えます。回復魔法に加え攻撃魔法も取得する万能クラス。ある程度の肉弾戦もこなせます。と回復重視でいきます。シャルロットはあんま変わらん、こいつに関しては。このコンボって今持ってるやつかな。必殺技ジャンプを取得しました。あとは一緒か。じゃあちょっとアンジェラ、アンジェラはもうあの説明見ながら決める、その場で。さあクラスチェンジできるかやってみましょう。特にあの情報は得てないんで、そのネットとかでね。だからどっちへ進むかっていうのはもう本当にこの説明を見ながら行く。光操作です。属性攻撃魔法の取得、対応力の高いクラス、敵の弱点をつけます。闇属性を得意とする妨害型のクラス。テルバ、見た目なんかテルバかっこいいな。自身のヒットポイントを使い魔法の威力を高めるアビリティを取得することができる。なるほどね。ページがあるな。さらにゲ見れんじゃねえかよ。マジックバースト、あこれはあれか。で必殺技がピンク台風。なるほどね。そう、何の魔法を覚えられるのかもちょっと見たいけどな。アビリティラース、戦闘不能になると魔法攻撃力とかアップか。スターアタックが必殺技、敵単体。ちょっと操作列でいこう。一応属性魔法を使いながら弱点をついていこう。でさらに次のクラスになった時にどうなるかだよね。また光と闇に分かれるんで。いいね、見た目が変わるのいいね。必殺技はピンク台風。で、一応ちょっともう一回やって。誰がクラスチェンジするの？デュランにしてみて。さあ、クラスチェンジできるか、やってみましょう。リセットで戻せるかだよね。ちょっと、めんどくさいからやんないけど。やめちゃうの？そう。さあ、進んでいこう。いや、いいね。クラスチェンジ。丸丸丸。え、かなりの広範囲だな。これはあれ、ちょっと待って。1排除、1 2攻撃、1 2 3 4 1
ちょっと待って、分かって、1、2、3、4、あ、そういうことね。まだもうちょっと続くね。ゲッ、壺がいっぱいある。これでまたボスか。必殺技使ってっていうか、必殺技どうやってみるの。扇風剣は上か、三角だね。200使うのかね、そうすると。扇風剣は範囲攻撃っぽいよね。あ、ジンが。お、なんか闇の騎士がいる。おい、やめろ。ジンを離せ。黒曜の騎士。さては、風神像を壊したのもあなたね。消えた。ジンの様子がおかしいよ。気をつけて。おかしいってか、しょぼくれてない。今飛んでんのか、めんどくせえな。なんだ。いつもあの鎧野郎の仕業か。これ当たるかな。早く倒して。助けましょう。おお、めっちゃ当たってる。当たった。待って待って待って、めっちゃ当たってるか。ジン、どうなった。まずいわね。持ち上げる。誰かまずいよ。回復シャーボット自分で回復しろ。エアブラスト、ヒールライト全体だった今。いや、強引すぎだな。死んでしまったシャルロットが。ちょっと他必殺技使ってほしい。変えるか。頑張れ。ジャンプ。変えよう。受けてる。してピンク台風。830つえ。いや、これちょっと待って、逃げろ。ロックした方がいいかな。逃げろ、この円からやっぱ逃げてほしい。いや、狙われてた。敵が攻撃態勢に入ったらちょっとやっぱあれ。逃げよう。ちょっと待って、これは近くに行くのもあるんですか。スーパーソニック、どこに来る。え、いや、待って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 、よくわかんない。これで防げないかな、その発動を。どうだ。もうなんか発動阻止したよね。ジャンプ。何度見じゃわかんないけど、アンジェラがあと1だ。たまね、たまね、よし、たまった。スーパーソニック、これをちょっと回避したら入ってた。あ、だここでやる。ピンク台風で決める。決まるかな。どう、待て、いや、いける。いった。必殺技が強い。普通に魔法キャラも必殺技強いね。むしろ大して魔法使ってない気がする。レベルアップ、クラスチェンジできたのがでかいな。大丈夫か。お腹減ったでし。回復できんの。あの黒い騎士は何者なんだ。わからんだす。マナストーンを調べてたかと思うと、いきなりわしに襲いかかってきただす。わしからエネルギーを吸い取り、ゼンカーを召喚したんだす。あいつもマナストーンの封印を解こうとしているのか。ジンさん、実は
夜の騎士すげえな。事情は分かっただす。あんたらわしの命の恩人だす。一生お供するだす。一生なの？ギュランとかまだ若いよ。何十年お供するつもりなんだジンは。風属性。これでローラント城奪還の準備は整ったな。次は眠りの花畑に向かおうぜ。これこんなとこなんだ。なんかこっち側すげえな。アンジェラになってる。でちょっと育成見よう。せっかくジンを封印を解いたし、クラスチェンジもしたんで、やってみんだっけ。こうか。力プラス5、アタックセイバー、セイバー魔法のマジックパー消費4アップ。ああ効果中のダメージもアップするのか。チャージアップため 30% アップか。いや結構使うな。15ポイントも使う。全部使うじゃんやろうとしたら。守りが撃破ヒール、ヒットポイント 10% 回復。いいなこれ。知性は急速回復はいいか。リテイン、弱点特攻、弱点属性でダメージアップ。ガードセイバー、セイバー魔法と同属性の非ダメージを 15% ダウン。あちょっと扱いが難しそうだ。守り、知性、精神かと。ダメージ SP プラス非ダメージ、あ SP 回復。ダイヤセイバー、あこれで覚えるのか精神で。サンダーセイバー、アイスセイバー、フレームセイバー。精霊の力がない。9振んなきゃいけないのか。なるほど。うん、ラッキーレジスト、挑発、プロテクトブレイク、クリティカル発生時 30% の確率で防御ダウン効果。ああいいな。サバイブ 20% の確率で戦闘不能にならず1タイル。これパーセンテージがちょっと低いよね。上がっていくのかな。まあいいか。ちょっとアンジェラ、ファイヤーボールは火でしょ。アブソーブ、ファイヤーボールプラス広範囲に火属性、エクスプロード。いやー覚えてえな。倍だな威力が。で守りで、まあ、ダイヤミサイルまで覚えてるんだよね。ダイヤミサイルプラスで範囲が広がってアースクエイクになって、スペルフィールド、栄翔時に防御力が上がります。で知性がアイススマッシュ、まあ魔法ダメージか。イビルゲート、闇、エレメントコンボ、同属性の魔法を続けて使うたび、あダメージがアップか。最大 30% アイススマッシュプラス、イビルゲートプラス、メガスプラッシュ。知性が2種類あるね。アイスと闇。アイスと闇っていうか水と闇なんだろうけど。で精神がホーリーボール来て、セイントビームがあるのか。9ででも2つ覚えられるな。ホーリーボールとセイントビーム。威力250とか高っけ。今4使って11。マジックパワーセーブ、特技マジックパワー 30% ダウンか。これでかいな。欲しいな。マジックアーマーを見つけ、エアブラスト、サンダーストームか。精神ちょっと上げたいな。12まで上げちゃおっかな。精神ポイントが5 6 7 8 9 10 11 12。よしここまで行こう。ホーリーボールプラスでしょ、セイントビームでしょ。で取得したのは2つさらにつけられるようになったからね。特技マジックパワーセーブでしょ。怪獣ってなんだっけ。リンクアビリティか。状態上効果時間、ああこれはいいや。我流奥義もいらない。マジックシフト、バトル中マジック魔法攻撃力 5% アップ。あつけとくか、余ってるし。よし、あとシャルロットも見よう。アンジェラもだいぶ育成ポイントないな。デュランがちょっと余ってんだよね。強気って何？あ、攻撃力アップか。力はちょっとやっぱシャルロットいらないよね。守りも微妙だな。で、知性。危機一発。30% の時 30% アップ。危機一発1って。あ、2%が増えるな。回復量のパーセンテージが増える。ヒットポイント自動回復。いいな。5秒に1回復 1%。
悪くないんじゃないの。で今鍛えてるのがやっぱ精神だよね。ティンクルレインちょっと欲しいな。やっぱり状態異常回復してほしい。ヒールライトプラス味方全員のヒットポイント回復。あれ今のヒールライトってどうなってんの。ヒールライトプラスまでいくか。じゃあこれ6でしょ、789でヒールライトプラスとホーリーボールで、ダイヤセイバーとサンダーセイバーもまあ12までいけんのか。とりあえず一旦ここに来て、でアイスセイバー、フレームセイバー、なるほど、もう完全に精神だ。とりあえずここまではやろう。でヒールライトプラスティングルレインも覚えて、ホーリーボールも覚えました。運をちょっと運を見よう。いらねえな。知性がこれか。で精神、運、力、守り、いやもう完全にシャルロットは精神だな。でセイバー振るか。1212ダイヤセイバー、サンダーセイバー覚えさせよう。そういえばさ、セイバー系のアイテム使うとか言って使ってなかったわ。よし、あとデュランちょっとどうするか後で決めます。というわけで眠りの花畑に向かいましょう。ちょっと言いました、アンジェラさんなかなかいいアングルだったよね。これ歩いて帰るのかな。ちょこいつらで試し切りしてくれ。弱いザーコーが、いや一瞬だった。セイントビーム294。あ、こいつらでも試し切りができる。ちょっとやっていこう。ダイヤミサイル、ちょっと洗ってみる。これは破壊しないとダメだ。ボーリーボール扇風機をこいつらクラッシングしてんのかな。完全にアーマーないで。強くなったね。そう、強くなった気がするそんな感じ。というところで、じゃあ今回はここでセーブして、次回眠りの花畑のところから、やっていこうと思います。ようやくねクラスチェンジできて、また、先が楽しみになってます。